こうやってどうしてこの1本が出るのかってこうやっていっぱい出るんですね。分かんない。これですね。はい。これを引っ張っていくんです。どんどん。はい。引っ張っていくと1頭のねお蚕様が作った繭ですので必ずこうやって1本になっているんです。もう。あれ、ね、最後1本になるんですかそれ。もうなるんです。これもね、そういうことなんだ。きびそって言ってちゃんと2番ナイトでね使い道がございます。でもうだいぶもうちょっとかな、ね、もう少しですね。こうやっていくと1本になりましたよね。本当だ、はい、こうやって1本になったもの。糸口ってここから来てるんですね。そうです、これ語源です。言葉が、はい、話の糸口が見つかったよとか事件の糸口が見つかったよの糸口はこの眉なんですってね。で最初は何本もあるんですね。最初そうです。もういっぱいねお蚕さんがまあ試しじゃないし足場を作るときにいっぱいこう出しますよね。出してそれがいっぱい取れるわけなんです最初にね。でだからつながってるので1本が取れるわけなんですね。でここに入れて一緒にこうしてここに入りましたよね。ここに入ってでこれで一緒に加えていくんですね。なるほどな、はい、そんな感じです。どうやって見つけるんだろうと思ってました。大体のお客様がその話最初の一歩どうですかって言われて。そうだよ ね、 うですね、はい、不思議ですね。不思議本当不思議。そうですね、こんな感じでやってます。不思議じゃないけど不思議だな。そうなんですね。一頭って言われればそれまでなんですけど、でもこうやって一歩になっていくってことが不思議ですよ ね、 すね。ごめんなさい、一頭って言ってるけど、はい、一頭なんです。何匹の匹じゃなくて頭、あ頭です。あの 牛や豚も蚕は一頭なんだ、はい、あの人間から餌ご飯もらえないと生きていけないですよね。お蚕さんも桑の葉を人間からもらわないと生きていけないから一頭二頭って言いますね。なるほどね、はい、驚きました。お子様って言ってたんですよ。 うちの方はそうです、お子様ですね。お子様って言うんですか、群馬でも。お子様も言いますし、あとはねもう本当にずう様、お蚕様、あ、なるほど、ね、全部様ですね。様だよね。ね、ここにお鍋の中に繭ございますよね。どうぞご覧ください。もうこの1個から1個から1本全部出てるんです。シャワー状にご覧いただけます？こうですね。こうシャワー状全部出てますね。見えますか？はい。でここで水流を起こして、水流を起こしながら、よりをかけるわけですね。ここでよりをかける。よりを回ることによって、ああ酔ってるんだ。酔ってるんです、ここで。なるほど、はい、酔ってここで一本の生糸になるんですね。なるほど、はい、ここは一回転させてあるんだ。二回転です。二回転なんですか。糸に二回絡まってるんですね。二回絡ましてるんだ、はい、でここは単に水を切る、お湯を切るねことなんですね。へえ、先人の知恵はすごいな。すごいですよ、本当にすごいですね。うん、これは上州座繰り機と言いましてね、どこの養蚕農家さんでもあったんですね。でね、おばあちゃんやお母さんが家族のために売れなかった繭を、傷があったりね、色の悪い繭を家族のものを作ったんですね。うちの祖先もこれを使ってたんだ。なるほど。養蚕農家さんだったんですか。はい。じゃあ、そうですね。うん、動いてるとこは初めて見ました。それでございますか。よかったです、はい。ゆっくりご覧になってください。じゃあ後ろもね、後ろもどうぞ。後ろにね、これからくりになってるんですよ。ああ、ここね、そうだね。はい、ジグザグに動きますよね。これ山道って言うんですね。はあ、山道って言いまして、こう回すことで、これがアヤフリボーって言いまして、要するにコンスタントに動きますよね。そうですね。もう技術なくても綺麗に巻けます。はい、ほぐすときも綺麗に作れますね。美しいな、やっぱり。綺麗ですね。糸は。はい。糸ですね。美しい。ね。でまた綺麗にするにはね、このセリシンっていうのり状のものがまだついてますので、お蚕さん糸を履くときに一緒にのり状のセリシンを履くんですよ、うんうん。それを取り除く、アルカリの薬品で取り除いて、初めて絹になるんですね。なるほどね。はい、ね、キートでそのほうきみたいのは何でできてるんですか。二号ほうきです。二号ほうきですね。これはね、この先がね、お米ができます。ただ、稲の稲のそこを作ったものです、ですね。
だからよくね、お子様たちが夏休みの課題でお家で眉にはなったけど跡があっては、ね、見出して歯ブラシとかね、そういうものでも代用できますね。